の防災散歩は避難所開設された時に那覇市の職員だったり、まあ、学校の先生がいなくて物資がどこにあるかわからない状態だとやっぱ避難所の運営だったりとか、地域の人が知っている方がより運営がスムーズにいったりとか何かとあのトラブルも起きにくいんじゃないか。とっても良かったなと思ったのがやっぱりこう実際に物資倉庫が校舎内にあることに皆さんやっぱ驚いていたのとポータブル のトイレとかも広げてみてトイレに電源が必要だとか一人で組み立てられないよねこれ女性の力じゃどうなんだろうかみたいな部分だったりこれ高齢者が座りづらいんじゃないかこの大きさだったらじゃ体育館の中どういう風に置いたりとかトーニングしたらいいんだろうみたいな部分が振り返り会でも出てきてで実際に防災食も食べながらやったんですけど防災食の作り方とかも皆さん知らなくて本当は中 あの乾燥剤みたいなものを取らなきゃいけないのそのままお湯入れちゃったりとか学校にあるこの物資の数とかもこれで何人分が賄えるのかみたいな部分も疑問に持ってあの防災危機管理課の方にいろいろ質問されていたのもとても良かったなと思います。で学校側と相談今しているのはずっと防災キャンプをやりたいねって話をずっとしていて実際に避難所である学校に寝泊まりしてみたりとか災害時の体験をできるような場っていうのがやっぱ必要かなと前から思っているので今日やったようなものをもっとあの今日はちょっと学校の関係者だったりとか関係者だけでやったのでもっと一般の市民の人ともできるような取り組みだったりあと学校の中の防災訓練に少し関われるような状況になればいいなと思って校長先生とかあと地域の方とあの話しているところです。